こんにちは。今日もねデュエルマスターズプレイスをやるんやけども、ちょっと今日はねもう早朝というかね、かなり眠たいというか、もう睡魔がすごいので、まあプレイングに関してはねかなり悪くなってると思うんやけども、まあデッキ紹介ということでね、皆さんにまあこういうデッキがありますよというような動画にしていきたいなと思います。まあ今流行っているね、ラディアを採用した、ガーディアン系のデッキなんやけども、このデッキは今流行ってるので皆さんに使っていただきたいと。でこのデッキの魅力っていうものは、その無課金でも作れると。まあ SR がミストリエスだけなんで、そういった面でも無課金でも作りやすい構築になってるっていうのが、まず一つこのデッキを使うのにあたってまあ利点かなと、思っています。まあやっぱりその最近私ね結構課金者向けの廃課金構築とか結構紹介してきた中で、やっぱ無課金勢がさこのゲーム多いわけじゃないですか。だから無課金に寄り添ったデッキというものを紹介していくべきだというのが再確認して、まあ、今回このデッキを使っていくと。まあかなり光文明がね30枚近く入ってるということで、まあ、光文明に主力戦力をねしっかり置いてると。でまあデッキ紹介していくと、プーさんが4枚採用で、ピグレットが2枚採用で、イーオーが1枚採用で、クリストファーロビンが50枚採用で、ラビットが80枚採用、それからキノコが1枚採用で、イカ天の守護者レゾパコスがレゾオフパコラーが3コス3000クリーチャー、まあガーディアンっていうのが強いよね。それからアクアハルカサーガー2枚採用でエナジーレッドエナジーレッドが1枚採用ですサーチャーが1枚採用です。ダブルブレーカーをねちょっと2枚ねえ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 ねんで、月光の視点中ダバノオコが1枚採用でやると、それから予言者コロンが3枚採用で、ムーンライトフィッシュが1枚採用、相手のクリーチャーを2体までタップすると。それからネオブレインが4枚採用で、トールが1枚採用、自分のターン終了時自分のクリーチャー全てをアンタップさせると。まあ5コス2000っていう、まあ、パワーは少ないものも書いてあることは結構えぐいなって感じなんで。それからミストリエスが1枚採用でアイリスが1枚採用、これがねアイリスダブルブレーカー6コス7000、自分のシールドが1つもなければブロッカーと自分のターン終了でアンタップするを持つと、これ結構恐ろしいよね。シールドない時に出したら強いし、シールドなくても6コス7000ダブルブレーカーやから、まあどちらとしてもねすごい使い勝手がいいと。それからウルスが入ってる、これ無課金の鏡やね。まあ環境当初のこのゲームがリリースされた1週間後ぐらいに確か投稿した動画に、まあ皆さん覚えてるか、あとは覚えてるって書いてほしいやけども、浄化の精霊朝原というカード、このカードはねダブルブレーカー持ってて自分のターン終了アンタップするとベーシックカードということもあって無課金の星であると、まあいうのは紹介前でしたよね。で今回のエースカード、このカードもベアリティベーシックであると、レアリティがベーシックであると、ガーディアン進化元で9500ダブルブレーカー、これえぐくない？ブロッカーダブルブレーカー9500のパワーを持ってると、これ結構えぐいよね。ブロッカー持ちつつダブルブレーカーする、これはえぐいよね。ただその攻撃することにタップされるから、そのバーレがねタップされてるかブロッカーとしての機能がどうなるのとかはありそうやけども、まあでも非常になんか面白い、だから単調な効果やけども、単調がゆえに結構強いと、面白い能力を持ってると。なかなか今の環境で9500っていうクリーチャーを処理するのはなかなか厳しいからね。しかもガーディアンっていうのは1コストまであるから、まあ リキッドピープルみたいな感じで、進化元が非常に緩いっていうのも強いなと思います。でまあ、今回このデッキを使っていくんやけども、この動画がね面白いなとか参考になるなと思った方はぜひチャンネル登録と、高評価をね、よろしくお願いします。さあ3連勝しているんやけども、私とデュエルをしたということは敗北の2文字を与えようじゃないか。デュエル開始、磯野デュエル開始の宣言をしろ。はい、会話様デュエル開始。まずは1点目。まあ今回ガーディアンのデッキなんやけども、まあガーディアンのデッキはね結構無課金の方でも作れる構築やから、まあ非常にベーシックカードも多くてね、こう無課金でも作れると、なんやけどもさらに強いと。
まあ、今回ね、今3連勝してるということで、まあ、簡単にね連勝してあげて見せるから、みんな瞬きせずにね見ていただきたいんやけども、まずは1枚目そしてサリエス展開。まあこのねやっぱりそのイニシエートっていうかガーデンデッキというものはやっぱりその豊富なブロッカーがしっかり入ってると、さらにその進化するクリーチャーも手堅く強いと、そういうところにね強みがあると思うよね。希望をつなぐ、死守する、無駄な書きをするな、タコスケが、ネオブレイン引いていく。これ水文明が欲しいんやけども、ドロソイ、まあスパイラスレスとフリットフライダー別にまあいらないかな、ここは。うん、これでいこうか。ワンチャン次のターンネオブレインで、とにかくドロソイいっぱい引いて、まあ様子を見ていくと。これあえて 4C ボルコンと見せかけて、変わっている感じのボルコンやね。この、あの自然文明が入ってるっていうのが珍しいよね。まあ多分ボルコンやと思うんやけども。フェアリーライフ。まあこのデッキはね、確定除去のカードが確かなかった。はい。やったぜー、ガーディアンに進化元を当てるんだ。ガーディアンは、このね、ライブがギガがあるから、ここはもうドローソースをたくさん引けばいいと思うんですよ。なので慌てる必要なく、綺麗な形でしっかりね、このノの字のしゃもじが刺さるんですよ。ノの字のしゃもじがね、うん、いいね。レゾバコス、レゾパコス、パコパコ、あ、うん、いいね。流儀がないのが私の流儀、甘えたことを抜かすな、タコスケが。私にその程度で勝てると思っていること自体が間違った世界線なんだよ。まずは1枚目ガーディアン展開しまくるか。ガーディアンゴーレムっていうのが昔ね遊戯王カードにあったんやけどね、ガーディアングラールやったっけ、あのグラールの斧がなければ破壊されるみたいなね、なんかね一体ケネで3000クリーチャーみたいな。さあこの鉄壁の防御、闇を滅する奇跡の閃光により世界を照らさん、小坂氏だ。それは強いな、うん、それは強いね。こいつをどう突破していくかっていうのは非常に難しいな。まあ次のターンラディアバールがあるけど、遊戯がないのが私の流儀、倒産ぞ貴様の動き、見切れるか、ベン。まずは1枚目なんかアルカディアス攻撃するか微妙やね。結局ブロックはしないから、結局アルカディアスを出しても攻撃しないんですよね。となると私の方が勝ちの未来は見据えることできるんだよ。見せてあげるよ。じゃあ世界の終焉の猛火というものをな。まずは1枚目聖天守護天ラブラバラス召喚、バン。まずは1枚目アイニャハハハハ、アイ。そしてここはしっかり攻撃していこうか。まずは1枚目引き裂く。まあ今5000のクリーチャー取れって思った人いると思うんやけども、とりあえずね9500取れたら負けちゃうので、シールドっていうかブロッカーはねやっぱ2面展開の補強でね、しっかり守っていきたいよね。1枚のブロッカーだけだとワンチャン返される手段があるから、うわー、無駄なガキをするなよタコスケが。私に勝てると思うのかね、その程度の実力でよ。俺に勝てるっていう2文字がないのに無駄ですよ。俺は涙目のルカだ。まずは1枚目ボッポピピッチ、なんだこいつ、小高しいで。ドラゴンすべてはスピードアタッカーを得る、そんな悠長なミミズのザレ言みたいなカードで私を倒せると思うな、ハゲが。無駄無駄無駄、私を倒すなんて未来以後は剥がすやんには、おー、これスパイラルスペースプレートフライダーで取れんじゃん。これ水は剣にも鎧にもなる。まずは1枚目あい、あこれ違う、あ水の上使えないのか、あー使えない、ちょっとごめん、プレミしたな。まだまずは1枚目バーン、まずは1枚バーン、まー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 あい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 あんばんまーバーン。まずは1枚目引き裂く、あい、この9500のスタッツは取れないだろう。うわあ、こわっせ、まずい、まずいぞこれは。だが、いやまず、いやまあまあでも私に負けるというにもじゃないんだ、焦る必要性はない、僕が勝てるような構築にしてやるからね。その程度のアンパンマンみたいなカードで勝てると思うな、タコスが。それで勝てると思うなよ、この程度で勝ったと思うなよ。スピ
まずい、スピードアタッカーだと。スピな、はスピードアタッカーは小賢しいことするなよ。だがな、私に勝ったと思うなよ。その程度で無駄なガキをするほど時間はヤバではない。うわー、しかもラブラバーラが取られるか。スパイラルスレッドプレットプライダーが使えないからね。ネオブレイン引いていく。スパイラルスレッドプレットプライダー消えてもらって、もうウルス出すしかないよね。まあガーディアン出せばワンチャンでもブロッカーが立たるんやけども、でも殴れるクリーチャーを出さないと負けてしまう。行くしかないと。だが私にはまだ負ける未来はないんだ。何かしらのパターンをこうむってね、光文明の強さというものを見せてあげるよ。この程度で私を超えたと思うなよ。我嘆きの川より世界を滑るもの。この程度で私を落としたと勘違いするなよ、マジで。その程度の実力で私を超えたと勘違いするなよ。勘違い、勘違いするほど面白くないものはないからね。遊戯がないのが私の流儀。無駄なガキをするな、タコスケが。面白いものを次のターンから見せてあげるからよ。まあボルメテウスはまず攻撃するよね、絶対に。まあ、そこは確立されてると思うんやけども。わーお、エキサイティング。私の名前はボルメテウス。焼き尽くす。とにかくな。あー、でもまあ、まあでも分からんぞこれ。まだわかんねえからな、お前ら見てろよ。私の世界のすべての見ろ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 。あい。いや今なんでさ、ボルメテウスが来るときだけシールドトリガー毎回来るんだよ。運ゲーにもほどがあるんだろつってんだろがよ。